ドネツク州のアウディーユカ近郊では、ロシア軍が2022年2月24日に侵略開始する以前から同志を要塞化して守るウクライナ軍と、侵略以前から新ロシア派武装勢力の支配下にあったドネツク州の州都ドネツクからわずか 13km ほどしか離れた邸内同士を、何としても制圧しようとするロシア軍との間で激しい戦闘が繰り広げられているよね。ここ数週間ではアウディーユカ方の北方と南方においてロシア軍の攻勢が激しくなっていて、ウクライナ軍がじりじりと押されていることがロシア系の軍事ブロガーなどから伝えられているが、複数のロシア系軍事ブロガーがアウディーユカ北方のステボベ方面においては、一時占領した集落からロシア軍が撤退しているとしていて、ステボベイのウクライナ軍による砲撃が激しくなっているのに対して同集落が完全に破壊されているため、このまま止まることで部隊に大きな損失が発生する恐れがあり、ステポベの東にあるアウディーユカから北西に走る鉄道の線路沿いまで後退させたと報告したらしいぜ。さて今回はアウディーユカでの激戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、ロシア軍は、ステポベの西を走るアウディーユカへの補給路である幹線道路、O542 が通るベルディチまで進出することを目指していたと見られていたが、ウクライナ軍の反撃によってひとまずこの重要な補給路を遮断されることは防がれたのではないかと見られているよ。また、ロシア系軍事ブロガーとウクライナ系の軍事ブロガーが共に触れているのが、アウディーユカの西近郊にある浄水施設で、ロシア系軍事ブロガーはロシア軍が浄水施設に進出して占拠し、アウディーユカの市街地を攻撃するための足場を築いたとしているほか、ウクライナ系軍事ブロガーもまた、アウディーユカの浄水施設付近でのロシア軍による攻勢が激しくなっていると伝えていて、この地域で激しい戦闘が行われていることは間違いないとされているんだ。またロシア系軍事ブロガーの一部は、浄水施設の南西にある工場地区の南にあるダーチャ、ロシア風の農園付き別荘が集まっているエリアをロシア軍が占領したと報じているが、これについてはダーチャのエリアを占領したとするにはまだ早いとしているブロガーがおり、さらには浄水施設の占領についても足場を確保したとするだけの情報がないとして否定的な見解を述べたな。そんな中、ロシアでは2024年に大統領選挙が実施される予定で、これにプーチン大統領が出馬すると見られている。プーチン大統領はロシア国内においては 80% もの高い支持率を持っており、もし対抗馬が出馬して選挙になったとしてもほぼ間違いなくプーチン大統領が再選されると見られていて、その場合は2030年までロシア大統領として君臨することになり、ウクライナへの侵略は止まないだろうね。しかしほぼ無風の選挙とはいえ、ウクライナを侵略していることでアメリカをはじめとする西側諸国からロシアは厳しい制裁を受けており、その経済は大きな打撃を受けて疲弊しているばかりか、2023年6月にはプーチン大統領の料理番などとも呼ばれた、民間軍事会社ワグネル創設者エフゲニー・プリゴジン氏が反乱を起こし、失敗に終わった上にプリゴジン氏を始末したものの子飼いの犬に反乱を起こされて威信は大きく傷ついていると考えられ、選挙に万全を期すためにもウクライナにおける成果を国民に示す必要があると見られているぜ。そのためロシア軍に対して、現在ウクライナ軍が反転攻勢に出ているザポリージャ州などでの進撃を食い止めるのはもちろんのこと。ドネツク州のアウディーユカやハルキウ州のクピャンスクなどをどのような犠牲を払ってでも占領することを言明しているというよ。特にアウディーユカはロシア支配下のドネツク市の近郊にあって、ここからドネツク市内にウクライナ軍が砲撃を加えることが可能であり、ここを制圧しない限りプーチン大統領が表明しているドネツク州の完全制圧を達成することはできないんだ。しかし、アウディーユカ周辺に展開しているロシア軍第二諸兵科連合軍やその他の部隊がアウディーユカ市街地に突入するには、要塞化された同市で最も脆弱とされる北面からの攻撃が望ましく、その攻撃開始地点に到達するためにはウクライナ軍からのドローン攻撃や、榴弾砲などの火砲の集中攻撃を受ける数キロメートルに及ぶキルゾーン撃破地帯を抜けていかなければならないぜ。
これらの地域にはウクライナ軍中でも精鋭とされる百戦錬磨の第110独立機械化旅団や、西側製の主力戦車や装甲戦闘車両などのハイテク装備が配備されている第47独立機械化旅団をはじめとする、ウクライナ軍の精強な6個旅団ほどが配置され展開しており、それらを第43独立砲兵旅団と第55独立砲兵旅団が強力な火力によって支援しているからな。キルゾーンにロシア軍部隊が到達すると、近距離に展開しているこれらウクライナ軍部隊が持つ榴弾砲や迫撃砲などの砲弾に加えて、高機動ロケット砲システムハイマースや M207 などの多連装ロケット砲システムマースから発射される。クラスター弾頭が搭載されたロケット弾が殺到するため、ロシア軍は6週間前に始めたこのアウディーユカ占領のための戦闘においては、途方もない大損害を出しながらもごくわずかしか前進できていないというよ。アウディーユカ方面の戦闘については10月10日以来、アウディーユカ占領を目標として、戦車や装甲車に加えて数千人の旅団規模の部隊を投入しているけど、ロシア軍は兵力と装備の両方で大きな損失を被っていると報じられているね。ロシア軍はこのアウディーユカを制圧するために、周辺に約4万人の兵力を集めているとされ、無謀な突撃が繰り返されて多数のロシア軍兵士が戦死していることが伝えられながらも攻撃の手を緩めていないんだ。イギリス国防省は11月27日に、過去6週間におけるロシア軍の死傷率について、ロシアが侵略を開始した以降で最高の数値となっている可能性があるとの分析結果を示したよ。ウクライナ軍の発表を受けた分析によると、今月のロシア軍の死傷者は1日24時間の平均が931人とされ、この多くは現在ロシア軍が攻勢をかけているアウディーユカの戦闘における犠牲だと指摘し、この数字はこれまで最も死傷者数が多いとされている。同じドネツク州のバフムート近郊の攻防戦が激化していた今年3月における1日24時間の死傷者数776人を大きく超えているみたい。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、ロシア軍はアウディーユカ近郊での侵攻作戦に、さらに多くの兵士と軍備を投入していると指摘したが、ロシア軍はアウディーユカ周辺での攻撃作戦を継続しているものの、いかなる成果も得られていないとしたね。プーチン大統領以下のロシア指導部はアウディーユカに対して、ウクライナ軍が撤退した場合、その後には廃墟となった町とロシア兵の遺体ばかりしか残っていないような状態になるまで、旅団規模の部隊を次から次に投入し続ける可能性は高く、兵士の犠牲を顧みない人海戦術によって勝利を特にロシア国内に勝利を宣言して支持を得るその陰で、まるで自殺のような攻撃によって大きく損耗した地上軍の再建を密かに進めていくつもりなのであろうとの見方が広がっているぜ。しかし、ロシアの侵略が始まってから2度目の冬を迎えようとしているウクライナ東部では、このところ暴風や猛吹雪などの悪天候が続いているため、ロシア軍は地上軍の突撃を実施せずドネツク市方面からアウディーユカの市街地中心部への砲撃を続けていることを、ウクライナ軍の報道官が国営テレツカサの取材に答え、また別の報道官は悪天候のためにロシア軍は所持の調整を余儀なくされているとも述べているな。悪天候が回復すればロシア軍はアウディーユカに、さらに激しく攻勢に出る可能性は高く、統治を守るウクライナ軍が包囲されることなく補給を確保しながら戦い続けられるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。